ネットビーティはアメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビル生まれの俳優である。1937年にケンタッキー州で生まれたビーティはルイビルで育つ。高校卒業後はトランシルバニア大学へ進学したが途中で中退。19歳の時に舞台デビュー。そしてその後の1972年バートレイノルズ、ジョン・ボイト出演の脱出で映画デビューを果たす。 バート・レイノルズとは後に、白熱、ストローカー・エース、スイッチング・チャンネルなどで共演した。デビュー以来150本を超す映画やテレビに出演しており、スティーブン・スピルバーグ監督のブラックコメディ、1941では、名優、三船敏郎とも共演している。1976年に出演したネットワークにおいては、その演技力が高く評価されて見事アカデミー。 ジョエンダム優勝にノミネートされた。その後もエミー賞に二度ノミネートされたほか、ゴールデングローブ賞にもノミネートされている。2006年3月、そのキャリアの功績が称えられて、リバーラン国際映画祭にて映画祭最高栄誉でもあるマスター・オブ・シネマ・アワードを授与された。日本でも大ヒットを記録した、ピクサー製作の CG アニメーション、トイ・ストーリーさんでは、 劇中主人公たちを窮地に陥れる、いちごの香りがする、ピンク色の熊のぬいぐるみ、ロッツォの声を担当している。4度の結婚歴があり、3度離婚している。2021年6月13日朝、ロサンゼルスの自宅で自然死した。ありがとうございます。